次に宮本徹君。宮本徹君、日本共産党の宮本徹です。4人の参考人の皆様、本当に今日はお忙しい中ありがとうございます。大変勉強になりました。4人の参考人の皆様に全員まとめて質問させていただきますので、3点お伺いします。一つはですね、その、国会質疑でも紹介したんですけども、アイスランドは、育休の取り方を、男女どちらかが、どちらか、3ヶ月取ったらその次は相方が取り、残り3ヶ月はどちらが取ってもいいですよということをやることによって、ジェンダー平等のもともと先進国ですけども、さらに、社会としてのジェンダー平等が進んだということを聞いております。そういう点で言えばですね、やっぱり男性が育休をたくさん取っていくことがですね、やっぱり日本社会のジェンダー平等を進める上で大変大きな意味があるのかなと思ってるんですけども、やっぱりこの男性の育休取得のジェンダー平等を進める上での意義と、やっぱりあり方ですね、これについて1点お伺いしたいと思います。それから、2点目にですね、その、男性育休今かなり、取得率が低いわけでございます。これ 30% 目指そうと政府は言ってますけども、じゃあ 30% でいいのかといったらですね、それは 30% になってもかなり男女差大きいわけです。もっと進めなきゃいけないということになると思うんですが、今回の、法改正は、その一つの大きな意味があると思うんですけども、その次の一手ですよね。男性育休がさらに、みんなが取るような社会にするためには、その今回の法改正の次の一手は何が必要だとお考えなのかというのが2点目でございます。それで3点目ですけども、先ほど伊佐議員とのやり取りでありましたけれども、政党の側はですね、やっぱりこの育休期間 100% 賃金保障というのはですね、自民党さん、公明党さんから私たち共産党までみんな主張している状況がですね、あるわけでございます。このやっぱり男女ともやっぱ実質 100% のやっぱり所得保障ですね、育休に際してはこれは望ましいんではないかと思いますが、これも4人の皆さんに改めて伺いたいと思います。よろしくお願いいたします。高村参考人。ご質問いただきましてありがとうございます。まず男性の育児休業取得ということが、ジェンダー平等ということに、どのような影響を与えるかというご質問であったかというふうに認識をしております。これは先ほどの答弁の中で、池田参考人からご説明がございましたけれども、この育児休業というのは女性だけが取得するということではなく、女性が早期復職をするということのために、子どもが1歳までの期間女性が復職するのであれば、その間、今度は男性が育児休業を取るんだというようなことで、就業機会というのを男女が等しくですね、その機会を得るようにするという意味が、あるというようなご説明がありましたが、そのご説明いたしましては私も同感でして、そういった形でのジェンダー平等が進むのかなというふうに思っております。で、就業の機会ということもそうですし、それから一方で、家庭生活というんでしょうか、子どもを産むのは女性なんですけれども、育てるのを一緒に育てていくという、そちらの方のジェンダー平等ということにもつながっていくのかなと思っております。就業機会ということと、それから再生産活動というのでしょうか、次世代それから前の世代のケアというのを共に行っていくという両方の意味でのジェンダー平等ということにつながっていくのかなというふうに考えてございます。それから2点目のご質問ですけれども、男性の育休取得というのをさらに進める上での次の一手という、ことであったかと思います。進めるといったときに、その目的というか着地をどこにするかということもあるかと思うんですが、今女性の育休取得率は大体8割前後かなというふうに認識しているのですが、ひとまずはやはり女性と同程度ということかなというふうには思っているところでございます。
で、まあ、もし今回の改正が目指しているようなきっちりその本人に、この制度のことが伝わり、そして事業主の認知を通じて職場での取りやすい雰囲気ですとか働きかけということが実現するのであれば、まあ、取得率が上がっていくんではないかというふうに思っておりまして、今認識しているその認知の問題ですとか職場の風土の問題というところが一つ、まあ、ボトルネックになっているのであるとすれば、そこのところが今回の法律によって、まあ、緩和されるというか改善される。そうすると、まあ、私はかなり改善 の, まあ、見込みというか期待というのはあるのかなというふうに思っておりまして、ちょっとお答えになってないかもしれないんですが、まあ、その状況を見て、さらにまだ足りないところはどこなのかというようなことの検討の上に次の一手を考えていくのかなというふうに、まあ、考えてございます。セカンド3点目、所得保障というお尋ねであったかと思います。ここに関しましても先ほど の, まあ、質疑の中で池田参考人がお答えになっておられましたけれども、まあ、他のさまざまな給付との兼ね合いということの中で考えていくということが大切かなということと、まあ、あと実質的な水準ということについて、まあ、考えてみますと、こちら の, 給付の方からは社会保障など の, 育児休業中は社会保障の負担というのはないわけでして、で給付が 67%、まあ、3分2ということでありまして、そこに対して社会保障の保険料などが免除ということを考え合わせますと、通常 の, まあ、給与所得というものとそれほど間違わない水準にはなるのかなというような、考えは持ってございます。はい、まあ、あと お答えとしましては、さまざまな他の給付との兼ね合い、というようなところを考えて、検討する必要があるのかなということでございます。ありがとうございます。池田参考人、はい、ご質問ありがとうございます。若干順不同になりますが、まず、次の一手ということにつきましては、これからこの改正法については施行して、影響を見ていくことになりますので、また5年後の見直し等で、議論していくことになると思いますが、もう一つ私の意見陳述の冒頭に申し上げました次世代育成支援対策推進法と育児介護休業法をどう組み合わせて、効果的に、こう運用していくかということがやっぱりその実質的な政策推進では重要になります。今回は育児介護休業法 の, 改正審議ですので、あえて次世代法の話には言及しませんでしたが、やはりもう、次世代法の再延長をするかどうかということについては一つの争点になると思います。でそこでやはりその行動計画立ててマークを上げるから頑張って取り組んでくださいねって、このやり方は結構やっぱ効果があるっていうふうなことが専門家の間でも共有されていますし、まあ、だから同じ枠組みで女性活躍推進法ということもやってるわけです。ですので、まあ、今回のその、個別周知とか意向確認ということの実効性を高めるために次世代法を、まあ、再延長するかどうかということは、またこれもですね、労使との合意を得て、しっかりと検討していく、まあ、次の課題かなというふうに思っています。まあ、2025年がちょうど次世代法の20年目に当たりますので、10年の次元立法の2週目が終わるというタイミングになりますので、これはあるかなというふうに思います。で、まあ、男性育休を通じた、まあ、ジェンダーその平等のあり方ですということと、実はその所得保障 100% ということの考え方は、はい、非常にこの親密な関係にあるというふうに私は認識しています。というのは申しましたように男性育休の話が出た途端に所得保障の話が出てくるっていうのはこれはどういうことなんですかっていうことがやっぱりで、先進的な企業でも男性に育休取らせるために最初の1ヶ月は所得保障 100% にしてるんですっていうふうに言って、あ、でも男性だけじゃいけないから女性にも適用してるんですっていう、これ何なんですかっていう問題がやっぱりあります。でなぜ今所得保障 100% なんですかっていう文脈の中に、やはりそのある種のジェンダーバイアスが介在している側面もあります。でそれ抜きにして所得保障何パーセントがいいですかって聞けば、それは何だって誰だって 100% がいいに決まってるんですよね。それ
それは病気休業だったり、うん、まあ、だから病気治療と仕事の両立支援とか、両立支援のテーマも今多岐にわたってますから、何についても 100% がいいに決まってるんですが、これをこと育休とかこれにだけ 100% の、 所得保障をする正当な理由が何かあるんですかって言ったときに、みんながみんな子供を産む社会が、まあ、一つのこう理想形かもしれませんが、現実的にそうじゃない状況だったり、子供を産む人数も違う中で、そのある特定のライフスタイルの人だけが手厚い所得保障を受けるということが本当にその国民的な合意が得られるかっていう問題がやはりありますので、まあ、非常にこうなんていうか、問題意識はシンプルなんですが、考え方の筋道の立て方というのは非常に難しいのがこの所得保障 100% 問題だと思いますが、最後に言ったんですが、ジェンダー平等という意味では、やはり先ほど言った女性はノーワークノーペイでも加点時間を避ければいいですよねっていう考え方ではなくて、やっぱり男女が同じようにお金も必要だし、子どもと関わる時間も必要ですよっていうことをやっぱり推進していくっていうのが、この男性育休を通じた、こうジェンダー平等のあり方だと思いますので、まあ、男性がお金が必要な分なだけじゃなくて、女性もやっぱり必要なんですよってところで、女性の生活保障とか所得保障ってことももう一回見直しながら、その全体的な議論を進めていくってことが大事じゃないかなというふうに思っています。以上です。杉崎参考人。ご質問ありがとうございました。まずジェンダー平等の観点でございますが、今回の新制度、そもそも男性の取得が進んでいないという現状を踏まえて、ポジティブアクションの考え方に沿ったものとして設けられております。男性の育休取得が高水準になって、この仕組みがなくても水準を保つことができるとなった場合には見直されるべきものであるというふうに審議会でも結論付けられてございます。今回の特に新制度は柔軟な仕組みとなってございます。これによって男性の育休取得が進むであろうと思います。その結果として両立できる社会の実現ですとか、女性の就労継続、さらなる女性活躍が進むものと思っております。こうした観点から今回の新制度はですね、ジェンダー平等の点からも実現していくべきではないかというふうに考えてございます。またこの制度ができた際にもですね、しっかりと PDCA を回していくという点も必要だと思います。で、2点目の次の一手というところでございますが、真のですね、ワークライフバランスの定着を図っていくということが大事なのではないかと思います。特に中小企業は雇用の7割を担っておりますので、この中小企業においてこの働き方改革を徹底していくということが大事なのではないかと思います。この点については商工会議所は厚生労働省と連携協定を締結しておりますので、商工会議所自身もですね、政策普及に努めてまいります。一方でこの人手不足はこれ構造的な問題でございます。従いまして、ワークライフバランスの定着につなげていくには、企業からしますと生産性の向上が必要でございますので、ぜひ公的な支援をお願いしたいと思っております。で、3点目の所得保障についてでございますが、こちら先ほども申し上げましたとおり、財源の確保の問題がございますので、慎重な検討が必要になってくるであろうと思います。この点については労政審で審議いたしました結果、給付率は現行のままが妥当であるとされたところでございますので、この点をですね、ぜひご留意いただきたいと思ってございます。以上でございます。船橋参考人。はい、ご質問ありがとうございます。ジェンダーの促進という意味では、改めて子育てが女性だけが担うものではないということを、まあ、社会的にも明らかにしていくもの、まあ、推進するものというふうに考えています。で、大前提になるというところでは、現在の男女の賃金格差があるということが、この育休取得がやっぱり女性に偏らざるを得ないということとも大きく関係をしています。改めて男女賃金格差、ここを是正する施策も並行して考える必要性はあるというふうに言いたいと思います。そして男女ともにやっぱり子育てをする必要性があるよねというのは、職場だけの問題ではなく社会全体で助成していくというふうになったときに、改めていわゆる
先ほど2つ目の質問にありましたその一手はというようなところにもつながるもので、あの所得の保障そのものも重要ではありますが、先ほど中小企業の支援 の実態もお話がありましたけれども、やっぱり人員不足、ここが改めて男性も女性も育休含めて取得が困難になっている部分はあると思います。やはりあのどう職場にゆとりを設けていくかと、でそのゆとりというのをどういうふうに国として支援していくかという、まあ、新しい一手が必要ではないかと。あの非常に進んでいるというのは、あの教職員については代替制度があります。やっぱりそれと同等にはならないかもしれませんけれども、そういう水準があのどこでも推進されてくれれば安心して、子育てに関われるというふうに思います。所得についてはどこを財源に取るかという問題が非常にネックになりますけれども、子どもというのは未来を作り上げていくものという、社会の合意形成が行われたときにどこに財政を振り向けていくかということを考えれば、子育て支援含めてそこに充当していくことが、あの社会からも支援される合意形成を図れるのではないかと思っています。以上です。宮本徹君。はじめの質問で時間切れになってしまいました。大変参考になるご意見ありがとうございました。終わります。次に青山。